そして大問の2番です。これも発芽、テーマは発芽になりますので、では先に発芽で必要なもの、条件を整理していきましょう。これを整理をすると、このずと回答が見えてきます。水と、空気、あるいは酸素とも、酸素、そして、適温ですね。植物によって、発芽に必要な適当な温度は違いますが、これがあります。この3つはきちんと確実に覚えておいてください。そして括弧1から見ていくと、次の3つの結果から、分かることを書いていきます。結果1は A のコップを、あの場所、 A というのは乾いたものを、A の明るい、あったかい場所、 A は水がありませんね。そして B、 B のコップを、あ、 B は、湿った脱脂綿、水があり空気もあり、そして明るい暖かいですね。実験3の C、C は水はありますが沈んでいるので、空気、酸素がありません。それを、やはり A に置くので明るい、暖かい。そして、結果1、3、これによって発芽をしたしなかった。条件A、A というのは明るくて暖かい。すべてを明るいところ、暖かいところに置いたのに、発芽をしたもの、しなかったものが出ます。ですので、今回、この条件だけでは、光ですね。使ったものはインゲン豆。インゲン豆の発芽には光が関係をしていないことがわかります。分かることは2つですね。これ1つ目。2つ目は同じで、半分一緒です。インゲン豆の発芽には発芽をしたしなかった条件で A と B、B と C ですので、今度は空気ですね。発芽をしなかったもの、 B が発芽をしていない、あ、しましたね。で、 A と C がしない、で、 A で水は全部、で、空気が必要である。ですね。これぐらいあるといいでしょう。これ全部をするとですね、3種類、乾いているものは発芽をしなかったですね。このようにすべてを整理して分かることをきちんと書いていきましょう。回答法決まってますので、このパターンを覚えておくのもしたんですが、やはりきちんと内容を理解して覚えておきましょう。
そして括弧2です、光が必要かどうかですね、これを調べる。括弧1の1から3に加えてですので、もう1個実験を増やしてみるわけです。入れ方、置き場所を、どうした結果が必要か。すると、光が関係ないんですよっていうので、光がこれ上3つは全部光がありますので、これともう1個ですね、と B ですね、空気があって水があるもの、これをまず持ってきます。条件、絶対まず発芽をするであろう条件ですね、これを持ち出して、この B を利用して、で置く場所は今度は光が、ない場所、これを利用して比べると、条件揃ってます。で、光ありません、でも発芽しますよっていうのを、探していけばいいでしょう。大問にはこんな感じですね。この3つが必要ときちんと覚えておいて、実験によって条件が欠けているもの、これを探していきながら回答を作っていきます。